モースバッハは、ドイツビュルテンベルク州北部の都市。ハイルブロンの北約 34km、ハイデルベルクの東約 58km に位置する。この都市は、ネッカーオーデンバルト軍の軍長所在地で、同軍最大の都市であるとともに、周辺市町村の中級中心都市でもある。1976年7月1日から、モースバッハは大規模軍都市になっている。モースバッハは、 ラインネッカー広域連合に含まれる。マルクト広場に面して立つ木組建築パルムシェ、ハウスモースバッハは、バーデンビュルテンベルク州のオーデンバルト南部の市脈沿い、バウラント地方との境となるエルツ川の渓谷沿いに位置する。エルツ川は、ネッカー川の支流で、この都市のネッカーエルツ地区を過ぎたところでネッカー川に注ぐ。この都市は、ネッカー大自然公園及びユネスコの ベルクシュトラーセオーデン・バルト地質公園に属す。ロールバッハ地区のロールバッハ城モースバッハ市は、中心地区、ディーデスハイム地区、ロールバッハ地区、ネッカーエールツ地区、ライヒエンルーフ地区、ザッテルバッハ地区からなる。こうした地区の他に、独立した集落や、居住区、居住地域といった区分もなされるが、その境界は、しばしば曖昧である。こうした、居住区、居住地域としては、 例えば、シュレックホーフ、タンホーフ、ハンマーベグ、ハルトホーフ、マッセルドルンなどがある。以下の市町村が、モースバッハに隣接する。北から時計回りに、リムバッハ、ファーレンバッハ、エルツタール、ビリヒハイム、ネッカーチンメルン、ハスマースハイム、オプリヒハイム、ビーナウ、ネッカーゲラハ、バルトブルンである。モースバッハは、エルツタール、ネッカーチンメルン、 オプリヒハイムと行政共同体を形成する。モースバッハ旧市街モースバッハは、ハイデルベルク上級中心地区、ハイルブロン上級中心地区、双方の中級中心都市となっている。モースバッハを中級中心とする。地区には、モースバッハ周辺の市町村、アグナスターハウゼン、ビリヒハイム、エルツタール、ファーレンバッハ、ハスマースハイム、ヒュッフェンハルト、リムバッハ、ネッカーチンメルン、 ノインキルヒエン、オプリヒハイム、シェフレンツ、シュバルツァ派が含まれる。さらに、隣のエイバーバッハ中級中心地区に属してはいる。ものの、同じ軍に所属する、ビーナウ、ネッカーゲラ派、バルトブルン、ツビンゲンベルクについては、影響力を持っている。エイバーバッハは、ネッカーガー沿いに、北に、約 25km 離れた位置にあり、隣の中級中心都市である。北東では、 ブーヒエンが東は人口密度が低い地区でアーデルスハイムやオースターブル県といった小都市が中心機能を有している。東では6 0トル以上離れたタウバー・ビショフスハイム及びバート・メルゲントハイムといった都市がモースバッハと同等レベルの中心機能を有している。メックミュールは約2 5トルの距離にある。 これらに比べれば明らかに小さな町ではあるが、ギムナジウムに関しては、両者の中間地点にあたる。市の南側は全く様相が異なる。約 20km の範囲内に、バート・フリードリヒス・ハルト・バート・ラッペナウという人口2万人以上の都市が2つあり、さらに、これらに隣接して、上級中心都市、ハイルブロンがあり、地域運営上重要な地域になっている。南西では、 約3 0トルの位置に人口約3万5000人とモースバッハよりもかなり大きなジンスハイムが控える。西のハイデルベルクを忘れるわけにはいかない、記述の通り4 5トルの距離にある。この都市は南のハイルブロンと並んで上級中心地域を形成している。オーバライン地方及びベルクシュトラーセ地方はドイツで最も温暖な地方である。 この地方に近いモースバッハの気候もそれとほとんど違いはない。これに加え、オーデンバルトがここに涼しい気候と特に陶器に顕著であるが、ドイツ平均の2倍近くにもなる降水量をもたらしている。ネッカーエルツ地区とディーレスハイム地区はこれまでにたびたびネッカー側の洪水に苛まれてきた。グンデルスハイムの水位計の測定値がモースバッハ地方にとっては重要である。 ここでの通常時の平均水位は3.40メートルである。これが5.40メートルになると、ネッカーエルツ付近でネッカー川の水が堤防を越え始める。これにより、連邦道 B27 号線のシュテルツ橋の下にある公園付近はまず被害を受ける。さらに7.10メートルになると、ネッカー川に隣接する地区の家屋が被害を受ける。 1993年の大水害の際には、この水位は8.95メートルに及んだ。エルツ川が市街中心部に洪水被害をもたらす可能性は低い。しかし、これはありえないという意味ではない。1993年の大水害時には、この川も隣接する建物に甚大な被害を及ぼす原因となった。エルツ川川口付近、向かって左から右に、 ネッカー・エールツ地区、ディーデスハイム地区、ネッカーガは、隣町のオプリヒハイムである。モースバッハ及びその周辺地域では、一連の化石出土品が見つかっている。特殊な地質学的特性により、雑色砂岩に残されたキロテリウムや、石灰岩に残されたミクソサウルスの化石などが発掘されている。モースバッハ周辺地域は、チューリンゲンやマインフランケン地方とともに、 こうした化石の方向に数えられる。この地域からは、哺乳類が支配的になった第4期の化石も出土する。このため、モースバッハ市立博物館は、常日のような第3期の出土品とともに、マンモスの化石も所有している。こうした、豊富な化石出土品から誤解も生じている。それは、モースバッハバや、モースバッハライオンは、この町にちなんで名付けられたものであり。 この周辺で発掘されたというものである。実際には、これらのモースバッハはこの町のことではなく、現在のビースバーデンの宿モースバッハ区のことである。ディーデスハイム地区で発見された、ジュピターの彫刻がある柱ローマ時代、2世紀に現在の地域近く、ネッカーブル県を通って、ネッカーオーデンバルトリーメスが伸びていた。ここでは、2つのネッカーブル県城が発掘されている。 モースバッハ市内のディーデスハイム地区にはおそらくこれらの城のための農場があり1986年にはここからユピテルの彫刻がある柱が発見された。モースバッハ入植地はベネディクト会のモースバッハ修道院周辺から始まった。歴史上の定説になってはいないものの可能性のある仮説によればモースバッハ修道院は736年に生 ピルミニウスによって、コンスタンツ市教区の一部として設立された。フランク人の中央政府は、人の住まない森に覆われた、オーデンバルトを開拓する任務を4つのベネディクト会、修道院に分け与えた。すなわち、西のロルシュ修道院、北のフルダ修道院、東のアモールバッハ修道院、そして南のモースバッハ修道院はそれである。モースバッハ入植地は、9世紀に、 初めて文献上に記録されている。市内全域で最も古い記録は、ロールバッハについての765年の記録である。ロールバッハ城は900年から1000年の間に建設された。市壁跡と見張り等モースバッハ修道院の入植地は、徐々に自治体としての定裁を整えてゆき、1241年に帝国自由都市の権利を得た。モースバッハは、 1291年には最小限の防衛施設を持つのみであったが、この頃からアピダム・モーズベ・センシスと呼ばれる都市に変貌していった。現存する最も古い都市の印象は1290年のものである。1297年、ナッサウ家の皇帝アドルフがモーズバッハを担保にプロイベルク領主のゲルラッハから4400マルクを借り受けた。国王に担保となるものは 具体的に書かれており、キリスト教徒、ユダヤ人、土地、牧場、草原、森林、河川、諸権利、裁判権、及び市内外すべての付属物とされた。1330年、ビッテルスバッハ家の皇帝ルートビヒ4世が、モースバッハを担保に、ライン級中白のルドルフ2世とその弟ループレヒト1世から資金を借り入れた。1336年、 皇帝がモースバッハの森林破壊に対する処罰規定の制定、開拝権を与えた。1337年、モースバッハ市民により包括的な都市規則が制定された。1348年から1349年に、この町でペストが流行した。これをきっかけに、ユダヤ人に対する迫害がなされ、少なくとも50年以上存続していたユダヤ人コミュニティは、 これにより一時的に消滅した。この町が帝国都市の権利を主張できたのは1362年までであった。その後、この町はプファルツ選定校ループレヒト一世が獲得し、プファルツ選定校領に編入された。モースバッハが留保できたのは森林管理権と自治的年規則の制定権のみであった。市内に現存する最古の建築の一つである。 ネッカー・エルツ地区のテンプルハウスは、モースバッハが両方都市となった頃の建物である。1410年に、ローマ王、ループレヒトのバッシオットー一世は、モースバッハを自身の宮廷所在地とした。プファルツ・モース領には、ネッカー川沿いの所領のほか、クライヒガウやベルクシトラーセの所領が含まれた。1437年、オットーが、モースバッハ年税の一部を担保として、 ユリアナ教会主任シサイビルヘルム・フォンブルンから200、ライングルデンを借り入れた。オッーの兄・ヨハンが亡くなった後、ノイマルクト・インデア・オーバー・プハルツ周辺のより広大な所領を獲得した。オッー2世は主にこの町で、プファルツ・モースバッハ及びプファルツ・ノイマルクトの両所領を統治した。オッー2世の時代に、都市からの所税収入を担保とする借り入れが増えた。 1464年、オットー2世が、ハンス・ゲミンゲンから4000グルデンを借り受けたが、その時、村落ワインガルテンの1、3が、担保として、またモースバッハとジンソハイムが、保証として供された。同じ時、オットー2世は、モースバッハ主任司祭、ヨハネス・ヘムスバッハ2000グルデンを借りたが、モースバッハ年税から50グルデンがモーゲージとして、 さらにモースバッハ自体が保証として供された。1472年、オットー2世が再び、ハンス・ゲミンゲンから3000グルデンを借りて、ジンスハイムの都市ヒルスバッハの年税から50グルデンを、モーゲージとして、さらにモスバッハを保証として供した。1474年、オットー2世が、ギター・ゲミンゲンから6000グルデンを借り、モースバッハ・エーバーバッハ年税300グルデンを、モーゲージとして、 さらに両都市を保障として供した。1487年、夫2世は、プライカー下民間から2000グルデンを借りて、先の漁師年税200グルデンをモーゲージとして、さらに漁師を保障として供した。夫2世は同年、他に少なくとも3件の借り入れがあった。夫2世は子供を残さなかったため、プファルツモース家は1499年に断絶し、 その医療は先帝校本家に戻された。当時の先帝校はフィリップ聖実校であった。1504年、バイエルン校のゲオルクが死去したことをきっかけに、ランツフーと継承戦争が起こり、モースバッハからも市民などが従軍した。宗教改革で混乱した末、1525年に小十分の一勢が優勝で焼却された。モースバッハ公領の廃止後、この町は、 プファルツ選定工領オーバーアームトモースバッハの本部、所在地となった。18世紀までに、このオーバーアームトはラインウーマンで最も重要なオーバーアームトに発展してゆく。モースバッハは発展、繁栄した。多くの裕福な市民階級が現れたことは、現在もモースバッハ旧市街に特徴的な外観を与えている木組建築の一部が、この時代に建設されていることにも示されている。 ところが30年戦争が起こると一気に衰退した。この戦争が勃発した当時のプファルツ選定校はカルバン派のフリードリヒ五世であった。フリードリヒ五世は外交上の不運からボヘミア王位につきプロテスタント連合の総裁に選ばれた。これにより彼には30年戦争の宗教的側面がのしかかることとなった。敵のトップはカトリック同盟の首領である バイエルン公マクシメリアン一世、フリードリヒと同じビッテルスバッハ家の人物であった。プファルツ先帝校はこれにより宗教対立の中心に立たされた。モースバッハは、例えば焼き打ちなどといった完全な破滅からは、免れ、建物は保存されたものの、何度も軍隊がこの町を行き来し、死の全域で裕福な家が略奪にあった。略奪を逃れた者にも、 奇骸とペストが襲いかかった。プファルツ選帝校にとって30年戦争は、選帝校くらいを喪失し、バイエルンに譲ることを意味していた。しかし、ベスト・ファーレン条約では、プファルツ校に8番目の新しい選帝行為が与えられた。1645年頃のモースバッハを描いたメイリアンの同伴が、マテウス・メーリアンは、ジッチョ・タッポー・ラフやジャーマニーのために、 1645年にモースバッハの同版画を創作している。30年戦争終結後、モースバッハは長い回復期に入った。プファルツ継承戦争では、モースバッハはマンハイム、ハイデルベルク、シュパイアーとは異なり直接戦場となることはなく、破壊を免れた。しかし、戦争の負担は地域全体に及んだため、この戦争が三十年戦争からの回復に、 悪影響を及ぼしたことは間違いない。この時、破壊されたマンハイムからいくつかのユダヤ人家族がモースバッハへ移住し、その後新たなユダヤ人コミュニティを形成していった。1690年にプファルツ選定校くらいに着いたヨハン・ビルヘルムはビッテルスバッフ派家のカトリック系の家系であるプファルツノイブルク家出身でデュッセルドルフに宮廷を構えた。ヨハン・ビルヘルムは 芸術、文化の保護者として、当時から人気の高い領主で、現在もデュッセルドルフ旧市街の中心に、彼の記念碑が立っている。プロテスタント化されたハイデルベルクを中心としたプファルツ、剪定公領中心部と、このカトリック領主との間の宗教的対立は、プファルツ継承戦争中からすでにその兆しがあり、その後顕在化した。30年戦争後、時代は変化しており、 宗教信条の違いはそれ以前ほど重要でなくなってはいたが完全に意味をなくしたわけではもちろんなかった。プファルツ継承戦争終結後カルバン派のプファルツ選定綱領の街はヨハンビルヘルムの統治下に帰結した。しかしヨハンビルヘルムは熱管付近の進化からの支持を取り付けていなかった。こうした状況の中でヨハンビルヘルムは大変に寛容で 信仰の異なる進化を否定はしなかった。1723年に市内の建物が火災で被害を受けた。150軒の家屋が犠牲となる甚大な損失であった。先帝公カール3世、フィリップの懸命な政策により、ネッカーガー周辺地域は復興した。その後継者、カールテオドールは解明君主としてマンハイムに比類のない繁栄をもたらした。 カールテオドールは芸術、文化、知識の保護者としてアカデミー、オーケストラ、劇場を創設した。その宮廷にはモーツァルト、シーラー、イフラントといった芸術家が訪れた。カールテオドールはモースバッハでは陶芸を奨励し、増加した商人や職人によってモースバッハは再び繁栄を迎えたのだった。帝国代表者会議主要決議はモースバッハにも 政治的観点から劇的な結果をもたらした。3年間の移行期を経た後、1806年に、この都市は来人間工業の一部として、バーデン大公国に編入され、行政機関の所在地となった。主工業は重要性を失い、周辺地域にとって、モースバッハは、主に行政機能都市として、重要な町となった。最初、都市行政局、第1。 第2地方行政局が設けられたが、1822年に別クスアムとモースバッハとして統合された。1879年に地方裁判所が設けられ、これは2007年現在も存続している。モースバッハ周辺の鉄道路線図、赤線がバーデン・オーデン・ワルト鉄道、破線部は2007年現在廃止されている。鉄道整備では、 1862年が大きな区切りとなった。バーデン大公国国営鉄道は、バーデンオーデンワルト鉄道の一部、ハイデルベルクメッテスハイム・オプリヒハイム・モースバッハ区間を完成させた。この鉄道は、最終的にはビュルツブルグまで延長された。この後、実際に経済的な発展がもたらされた。1905年には、モースバッハは、 狂気路線オーデンバルトエクスプレスの起点となった。1913年から1914年に私立庭園が整備された。当時、モースバッハを保養地にしようという計画があった。これはバートモースバッハを目指す計画であった。しかし、この故障の獲得には失敗した。この公園は現在も存在し、LGS パークと呼ばれている。 かつての計画を忍ばせるものとしては、ソロブランレインがある。1918年、私立庭園内に、第一次世界大戦で亡くなった兵士のためのロレット記念碑が建立された。バイマル共和制時代には、モースバッハは、バーデン共和国の一部であった。1939年、別クスアムとモースバッハは、モースバッハ軍となった。 シナゴーグ広場1938年11月のユダヤ人排斥運動によりフロントブルネン通りにあった1800年頃に建設されたシナゴーグが破壊されその所有財産はマルクト広場で焼却されたシナゴーグのあった場所には後に2つのガレージが作られた歴史の暗部を掘り起こす作業は1965年にガレージに記念プレートを取り付けることから始まった モースバッハ出身のユダヤ人文化史研究家ユリウス・ヘルトの主導により広場が移されることになった。20年以上に及ぶ旧市街近代化の枠組みでガレージは解体され、その場所は史跡に指定された。公園は現在公式にシナゴーグ広場と呼ばれるが、この名称は1986年に名付けられたものである。ネッカー・エルツには 1944年から1945年まで、ナッツバイラー強制収容所の外郭施設、ネッカー・エールツ収容所があった。この施設の収容者たちは、石膏採掘に従事させられた。彼らは、最初は、ネッカー・エールツ地区の学校に収容された。オプリヒハイムの地下に設けられた爆撃機のモーター製造工場では、最終的にはほぼ1万人近い労働者が主事の、 労働に刺激させられた。1945年4月に解放された収容者は900人であった。ヨハネス病院に収容されていた患者たちは、グラーフェネック安楽死収容所で安楽死政策の犠牲になった。モースバッハ、特にその中核地区は、第二次世界大戦中、空爆から免れていた。それでも、空爆を受けた都市、ハイルブロンやプフォルツハイムが燃え上がる。 炎の光はモースバッハからも見え、住民は防空壕へ避難した。モースバッハへの攻撃は、主に爆撃ではなく、戦闘機に搭載された火器によるパイロットの恣意的な射撃によるものであった。急降下を繰り返しては、個別に人を攻撃する戦法で、単発的に市民が犠牲になった。戦後、モースバッハは、アメリカ管理地域ビルテンベルクバーデンに含まれた。 受け入れた法治区民で人口は2倍になった。新たに作られた居住区ハンマーベグはモースバッハ及びネッカーエールツ領地区とともに拡大していった。しばらく後にニューステンバッハ方面のマッセルドルン居住区が設けられた。バルトシタッドは奇跡的な経済復興の時代に連邦政府の建設計画、無からの創造に従って造営された。モースバッハ軍は 1973年1月1日に、ブーヒエン軍及びその他の軍のいくつかの町村と合併し、ネッカーオーデンバルト軍として再編された。モースバッハは、この新しい軍の軍庁所在地となった。モースバッハの人口は、市町村再編により1975年に2万人を超えた。これを受けて、市当局は大規模軍都市への昇格を申請し、 州当局は1976年7月1日に発行させた。2007年現在、モースバッハはネッカーオーデンワルト君唯一の大規模軍都市である。1980年代、職業アカデミーにより、モースバッハの教育都市としての価値は高められた。学生数は最初の18人からほぼ1800人までに増加した。このほとんどの学生が、 モースバッハキャンパスで学んでいるが、2002年秋からは、バート・メルゲントハイムの城をもキャンパスにしている。1980年代には、住宅地、バルトシュタイゲベストが造成され、10年後には、バルトシュタイゲベストにも整備された。1997年には、モースバッハは、バーデンビュルテンベルク州庭園博覧会の開催都市となった。庭園博覧会開催が決定する。 かなり以前から旧市街の近代化は進められていたが、これに合わせてエルツ川の川筋を自然な状態に戻す改修が行われた。この年の1月には、キュープナー邸と旧爆画製造工場の改修も落成した。旧爆画製造工場は、これによりこの年に新しく作られた市立ホールに市の中心的イベントホールの役割を譲った。2002年には、 バーデンビュルテンベルク共同会議がモースバッハで開催された。旧市街の外れに交通技術センターが新たに建設された。駅舎保存会の6年に及ぶ歴史的建造物の保存運動にもかかわらず、これにより旧駅は解体され、市内を貫いて走る連邦道 B27 号線が4車線に拡張された。聖ユリアナ協会祭壇モースバッハは、 遅くとも1261年までには、ビルツブルグ司教区、バインスベルクブーヒエン司教座教会主席所再管区に属した。1520年からは、プロテスタントの監督官がモースバッハに駐在し、1546年には、カトリックの祭事が廃止された。宗教改革は、公式には1556年に、まずはルター派の信仰がもたらされた。 1559年に改革派の信仰に改修した。1576年からは再びルター派に変わった。30年戦争の頃には、モースバフ派では再びカトリックが優勢になっていた。1685年から3つの宗派すべてが共存することが許され、1696年にルター派の教会組織が創設された。1698年から、 市の教会は改革派とカトリックが共同で使用するようになった。1708年教会内に隔壁が設けられ、裁壇室側がカトリックに、改修席側がプロテスタントに割り当てられた。この分割は現在も保存されており、市教会のカトリック側を聖ユリアナ教会、プロテスタント側をシティフト教会と呼ぶ。1806年に、 バーデン大公国に編入された後、1821年にプロテスタント両派の組織が統一された。モースバッハは教区監督官所在地となった。この教会組織は、市内及び市周辺地域の教会組織を包含し、プロテスタントのバーデン地方教会に所属する。モースバッハのカトリック教会組織は、かつてはビルツブルグ市教区に属したが、その廃止後は、 1821年に新しく創設されていたフライブルク大司教区の一部となった。モースバッハは席主席司祭の所在地である。モースバッハにおけるユダヤ人組織の歴史は13世紀にまで遡ることが証明されている。中世にはすでにこの組織はひどい迫害に悩まされていた。1298年7月28日、いわゆる牛肉迫害では、 55人のユダヤ人が殺害された。さらに1343年3月から4月、ペストが流行した1348年から1349年にも、迫害が行われた。近世のユダヤ人組織は17世紀に成立した。1689年、多くのユダヤ人家族が、フランス軍によって破壊されたマンハイムからモースバッハに逃げ込んだ。 1825年には100人のユダヤ教信者がいたが、1827年には229人となり、その後は減少していった。1827年に、モースバッハはラビの教区本部所在地となっている。おそらく18世紀の終わりから19世紀の初め頃に、フロントブルン年通りにシナゴーグが設けられた。この建物の創設期に関する記録はなく、 1846年2月22日の教区集会の際に内装の改築が行われたという記録があるのみである。拡大した組織にはそれにあった建物が必要になったためである。1938年11月の排斥運動によりシナゴーグは破壊された。ナチスドイツ時代には134人のユダヤ人中、少なくとも38人が殺害された。 二大教会のほか、モースバッハには、フリーチャーチや、福音派自由教会のコミュニティ、セブンスデーアドベンチスト教会の布教事務所、宗教改革運動、ザーレム布教事務所、ネッカー・エルツ・チャーチ・オブ・ゴッドなどがある。モースバッハは、また、オペレーション・モーボラゼーションの選挙活動拠点でもある。1990年から、市の西部、エルツ川沿いに、 トルコイコールイスラーム連合のモスクが建っている。リーデスハイム地区各時点での市域内人口を以下に示す。数値は国勢調査及び各時点での行政当局統計局の推計値に基づく。モーズバッハ市役所モースバッハの市議会は33人の議員からなる。第二次世界大戦後の市長を以下に列記する。金似に赤い爪、赤い舌を持つ黒い和紙。 その胸には黒い大文字で OM と記されている銀の縦型がある。和紙は帝国の象徴であり、これによりかつては自由帝国都市であったモースバッハの歴史を示している。OM の文字はアピダムモーズベセンスを意味し、似通った帝国都市の文章と識別するために書き込まれている。モースバッハの丸くと広場、モースバッハの見どころは、とりわけその丸くと広場である。中でも、 1610年に建造された木組建築であるパルムシェハウスはこの町を象徴する建築物で南ドイツで最も見事な木組建築の一つである。この建物の角中にあるナイトコプフは特筆に値する。最も古い木組建築は塩の館である。マルクト広場に面してはさらに塔を持つ視聴者やゴシック様式のシティフト教会がある。 内陣部分は壁で回収石部分と隔離され、カトリックの聖ユリアナ教会として用いられている。この教会の現存する最も古い部分は1370年頃に建設された。それ以前にもそれ以後も建設活動が行われた痕跡が残されている。この教会は1554年に初めてプロテスタントに教され、そのホープファルツ戦抵抗。 フリードリン、選定校、オットハインリヒは、1556年に古いカトリックの教区教会であるセイセシリア教会を破壊するよう命じた。王の信仰が、所領の信仰の原則に基づき、プファルツ選定校領では、もはやカトリックの信仰は容認されなくなったのである。現在の視聴者は、その教会跡に立っている。1622年に、 カトリックの聖職者がモースバッハに戻った。1698年から核壁が建設されるまで、この教会はカトリックとプロテスタントが共同で使っていた。新しく旧市街中心部の高台に著名な教会建築家、ハンス・ヘルコンマーによるカトリック教区教会聖セ,セシリア教会が建設された1935年まで、教養は200年以上続いた。 モースバッハ城モースバッハ城の起源は、シュタウフェン城にまで遡る。この城は、オットン一世が、モースバッハを宮廷所在地に昇格させる以前から存在していた。モースバッハは、ハイデルベルクとは、対照的に主要な街道から外れていたため、ヘイデルベルクのプファルツ選定校は、何度も、薬病からの避難所としてこの城に滞在した。現在は、ごく一部が保存されているだけである。 さらなる見どころとしては、グートロイト帝、エーレント帝、グートロイト礼拝堂、急病院、キッケルハイン帝、修道院庭園などがある。700年以上の歴史を持つネッカエルツ地区のテンペルハウスは、城塞と教会の特徴を合わせ持つ建物で、中世の縦眼の横に、バロックの聖人像が置かれている。キーワーウエルス・チサーブラナンは、中世モンスバッハに布告された。 都市衛生上の行政命令とそれに由来するモースバッハのニックネームにちなんだ記念碑である。この泉は1987年に寄付によって建立された。ロールバッハ地区には1000年以上の歴史を持つロールバッハ城がある。モースバッハネッカーエールツ地区にはビスマルク島があるが自由に歩いて通ることはできない。3つの古い水車小屋がリニューアルされて、 新しい役割を担っている。ネッカーエルツ、エルツスタジアム横の、ムルトシュラースミューレは現在、ユースホステルになっている。バッハミューレとシンメルスミューレは現在、レストランになっている。LGS パークランデスガーデンスカオパークは、1997年に、第15回バーデンビュルテンベルク州、庭園博覧会の会場となった場所である。その中心は、 20世紀の初めに整備された私立庭園である。この公園は、エルツ川の両岸に広がり、旧市街に隣接する。LGS パークは、私立庭園のほかローレットパークやエルツパークを内包する。バーデン・ランデスビューネは、モースバッハで定期的に客演している。上級中心都市であるハイデルベルク、マンハイムあるいはハイルブロンを本拠とする劇団、オペラ、 音楽家たちは、モースバフ派でも上映を行う。私立博物館展示施設の一つ、キッケルハインテイ私立博物館には、市や地域の歴史、文化史の資料が常設展示されている。博物館は、旧病院内や旧市街の多くの建物に分散して存在している。歴史を体験するというモットーのもと、常設展示品のテーマは後半にわたる。 モースバッハのファイアンス焼きや、マヨルカ焼き、手工芸作品やツンフトの資料がある。また、オーデンバルトの生活文化資料が、キッケルハイン帝に展示されている。キッケルハイン帝は、1788年に建設された平面積わずか26平方メートルの、ドイツ最小の独立した木組建築の一つである。この他の展示品としては、歴史資料。 1946年以降に定住した放区民の生活文化や印刷の歴史資料などがある。定期的な特別展示や老人グループや子どもたちが一緒に参加できるようなテーマガイドが用意されている。クレメンス・ブレンターの基礎家庭学校内にあるネッカー・エルツ強制収容所記念館には強制収容所の外郭施設や軍事工場、コルトフィッシュ、 石膏採掘場などについての情報が収められている。ネッカーオーデンバルト芸術協会は定期的にキュート撮場で展示会を行っている。サッカー、編集スピールベライニ軍ネカールズは北バーデン連盟ンリーグで戦っている。この他にサッカーに重点を置いているスポーツクラブには FV モーズバック、SV サタルバック、タークスパーモーズバック、 FC ローバック、FV ライカンバッジ、VFK ダイザハイム、FC モーズバック、SV バーフェルドがある。その他のスポーツ、編集その他の大きなスポーツクラブには TB1846 モーズバックやラス、モーズバック、エルズトルがある。後者は毎年6月末にモスバッハシティレースを開催している。この他にモーズバッハ及び周辺地域で行われる市民レースとして、 ムーダウのオーデンバルト秋のレースやシェフレンツの枝の手術レースがある。モスバッカーシャッチクラブ1931は州リーグで活動している。t t c 1 9 5 0 0センバックは卓球の地域リーグで活動している。TC モーズバック GWR はバルトシュタットへ向かう道沿いにテニス場を有している。ルーダークラブネプトゥーンはネッカー側で活動している。鉄道と 公共交通機関、編集モースバッハ駅モースバッハネッカーエールツ駅は、ネッカーエールツオスターブル県線が、ネッカータール鉄道から分岐する分岐点に位置しており、レギオナルエクスプレスと、ラインネッカー S バーンがこの駅を利用する。S1 路線は、オスターブル県からホムブルクまで、S2 は、その一部区間にあたるモースバッハエーバーバッハ、ハイデルベルクマンハイムルートビヒスハーフェンアムライン。 ノイシュタットアンデアワインシュトラーセを結んでいる。この路線を利用すると、マンハイムの5月市会場や SAP アリーナへ直通で向かうことが可能である。逆のオスターブル県方面には、市内に3つの駅があり、いずれも1時間ごとに列車が運行しており、オスターブル県でビルツブルク方面の路線に接続する。公共旅客交通機関としては、この他に多くのバス路線がある。バスは、 市内各地域を結ぶだけではなく、モースバッハと近隣市町村とを結びつけている。アウトバーン、編集モースバッハから直接アクセスできるアウトバーンのインターチェンジはない。それぞれ30分ほど運転した距離に、A6 号線のジンスハイムインターチェンジ、A81 号線のメックミュールインターチェンジがある。市内を連邦道、B27、B37、 B292 号線が走っている。個人交通も公共交通もモースバッハにはドイツ全土に広がる広域交通網への直接的なアクセスポイントがなく、またアクセスポイントまでもかなりの時間を要する。このことはこの都市の経済発展にとって感化できない負荷となっている。航空交通、編集ロールバッハの飛行場はほとんどが非営利の交通機関が利用している。 千年期の頃には、地域空港を建設するという議論がなされたが、このプランは存続していない。もう一つ、近隣にあるハムベルクの飛行場は、もっぱらグライダーのための飛行場である。モースバッハは、ネッカーオーデンバルト軍の軍庁所在地である。これに加えて、地方裁判所、区裁判所、刑務所、税務所、交渉人役場、ドイツ連邦軍施設や、職業紹介所がある。 モースバッハには社会サービス事業のヨハネス・アンシュタル店がある。この団体はバーデン全域33の市町村で障害者のための作業所、病院、学校、職業訓練所を運営しており合計3300人の障害者が恩恵を受けている。モースバッハの本部及びその施設では約2500人が勤務している。モースバッハの日刊誌としては ハイデルベルクで発刊されているラインネッカー、サイトングの地方版がある。南西ドイツ放送は、モースバッハに支局を置いている。モースバッハには、モースバッハベルーフアカデミーがあり、バートメルゲントハイムに文校を置く。約1800人の大学生が、経済、技術分野の29の専門に分かれて学んでいる。モースバッハには2つの一般教養義ムナジウムと、技術系、 ギムナジウム、経済系、ギムナジウム、実業学校が、それぞれ1校ずつ、2校の養護学校と多くの機関学校や基礎学校がある。経済の特徴は、中小企業と小売業にある。地域を超えて支配的地位にあるような重要な企業は、見られない。主要な事業者は、ネッカーツインメルンのドイツ連邦軍、ヨハネス・アンシュタルテン及びハネウェル社である。多くの学校も、 軍全体の重要な職場群となっている。モースバッハは、ネッカーズルムのアウディへの郊外通勤者が住む、住宅地である。加えて、学園都市及び商業都市として、オーデンバルト並びにバウラント地方で重きをなす。その受益地域の一部は軍を超えて広がっている。失業率は、ほぼ、バーデンビュルテンベルク州の平均レベルで安定している。製造業者、 研修モースバッハの古典的重工業者の代表が、ゴマインダー・ゲトリブ、ウント・マシナン・ファブリック・ GMBH である。この他にファーマン・ハラー・ヒール・ GMBH や、KWM ・カール・バイス・ハー・イング・ GMBH といった企業がある。国際巨大コンツェルンである、ハネウェル社の営業所もある。大手薬剤ドンや W ・キャブ・ファー・ケージンは、この都市で長い歴史を持つ。モースバッハにある、 IT 分野での重要な企業は MPDV マイケロラブ GMBH である。また、この分野で地域を超えて活動している企業イーゴテック、g m b h もある。以上の文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献であり、日本語版作成に際して直接参照しておりません。ありがとうございます。